天気図から確認していきましょう。東日本から南西諸島にかけては高気圧圏内で晴れるところが多くなりますが、北日本では低気圧の影響で雨が降るところが多くなりそうです。では詳しく天気分布予想で確認していきましょう。晴れて日差しが届くところが多くなります。北日本では雨が降りやすい天気で、一時的な強まりや雷、突風、雹にも注意が必要です。また関東は晴れてもにわか雨や雷雨の可能性があるためお気をつけください。では14時の気温予想も確認していきましょう。日差しが届く東日本や西日本では気温が上がり、汗ばむ体感となりそうです。熱中症にもお気をつけください。北海道では昼間も気温が上がりづらく、ひんやりと感じられるところが多くなります。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。